ご年齢、ご職業、ご住まい、はい、などお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、神谷隆弘と言います。年齢がちょうど30歳で、住まいは千葉県の市川市に住んでます。で、職業は会社員で営業の仕事をやっています。ネイチャースリープをいつ頃受講されて？今年の1月からで、なのでちょうど今撮影している時点で半年が過ぎて、アフターサポートの会員になってます。はい、現在は睡眠時間はどのような感じに？今は3から 3.5 時間ぐらいです。約半分と言いますか。ネイチャースリープでもともと改善したかったこととか、こういうふうにしていきたいと思っていたことなどはどのようなことでしょうか。もっともっとその副業をやっていて、それに取り組む時間をもっと増やしたいと思ったのが一番のきっかけでした。副業は現在もじゃされてたんですね。そうですね。受講前と受講後で生活スタイルで変化した部分などはございますでしょうか。変化としては、その朝の時間にこう活動を持ってこれるようになったんで、すごくこう余裕ができるというか、朝こうもうなんか起きたらすぐ準備して出かけてみたいなことはなくなって、すごい余裕を持って行動できるようになりました。例えば余裕ができて、新しく取り組み始めたこととか、朝の時間にそのネイチャースリープでズームをつないでヒートっていう、その短時間でできる高負荷なトレーニングとか、あと体調を整えるこうストレッチだったり、そういうイベントやってるので、それによく参加させてもらってます。それが習慣になって、こう朝の時間からこうストレッチだったり筋トレをできるようになったっていうのも大きな変化です、ね。4時半に毎日帰ってます。はい、ネイチャースリープを受けて最初にこう変わったことなどはどのようなことでしょうか。そうですね、まあ、さっき言ったような余裕ができたっていうのもそうですし、時間ができたのもそうなんですけど、もう一個大きいのが、それまで寝なきゃいけないと思ってて、睡眠薬を処方してもらってたりしたんですよ。寝つきが悪かったんで、でも説明会でその睡眠薬の危険性だったり、そもそも不要ですって話を聞いて、でも一切飲まなくて、でも入眠もすぐできるようになって、はい、それはすごい良かったです。良かったです。じゃあ薬はもう、一切、そうですね。受講してからは一切飲んでないです。はい。どのようにこう睡眠だったりとか変化していったのもありますか。最初から3時間を目指したわけじゃなくて、ちょっと段階刻もうと思って、最初4か4時間半ぐらいを狙ってやって、あとはセッションで相談しながら、こう徐々に減らしていって、今3時間ぐらいになってる感じですね。そうですね、はい、すごく計画的にしていただいてると、はい、ネイチャースリープの、あとは講座において嬉しかったこととか、意外なこと、また問題点、症が嫌だったこと、もっとこうだったらよかったねとか、ご意見で、そうですね、あんまり嫌だったりこうだったらよかったには思いつかなくて、すごくカリキュラムが充実してまして、動画でその段階を踏んで睡眠に関する知識を学べるのと、あとはそのさっき言ったようなセッションで講師の方と直接 Zoom でお話できて、自分に合ったこう悩みの相談とかができる。で、掲示板も充実しているので、他の方が同じような悩みを抱えているとか、逆にはこういう悩みがあるんだって先回りで学べたりするので、それを学んでいくだけでも段階踏んでスムーズに担任取り組めるなっていうのはあります。はい、そうですね、まあ、もともとはその時間を増やしたかったっていうのが大きいんですけど、より健康になったっていうか、その筋トレだったり、その精神的な余裕からくるストレスのなさとかっていうのが大きいですね。ネイチャースリープにご興味ある方であったり、コメントなどあれば。そうですね、やっぱり一番はその担任をして、そもそもその本当に健康的に大丈夫なのかっていうのがあると思うんですよね。僕自身がまさにそうで、寝なきゃいけないってずっと思ってたんで、そんなことはないですよっていうのと、なんかそれをこうすごく気合とか根性論じゃなくてロジカルに説明してくださるので、迷ってるんだったらまずはこう最寄りの説明会に参加されるだけでも大きなこう変化というか、自分の中で安心できるところがあるのかなって思います。はい、ありがとうございます。皆さん、インタビュー受けてくださりありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。